メアリー・オブ・ギーズ、マリー・ド・ギーズ、または、メアリー・オブ・ギーズ、フッツ、マリエ・デ・ギーズ、A、メアリー・オブ・ギーズ、1515 15年11月22日から1560年6月11日は、スコットランド国王ジェームズ・ゴセギの日、女王メアリー・スチュアートの母、フランスの大貴族・ギーズ家の出身で、初代ギーズ公、クロードの長女、母アントワネット・ドブルボーンは、 ブルボン家冒険のバンドを無白。フランソワの娘で、ブルボン朝初代の王アンリ4世の王が当たる。ギーズ公、フランソワ、ロレーヌスキ教・スー・キキシャルル、オマール皇、クロード2世、エルブフ皇、ルネ2世は弟である。マリード・ロレーヌ、マリエデ・ロレーヌとも呼ばれる。はじめ、1534年にロングビル公ルイド・ルレアンに嫁いだが、1537年に夫が死去したため、 同じく妻までリン・オブ・バロアを亡くしたスコットランド王、ジェームズ・ゴセイと、1538年の6月10日に22歳で再婚。マリーの二人の弟、ギーズ公フランソワとロレーヌ・スーキ教・シャルルは、フランス宮廷で絶大なる権力を握っていた。彼女は、美人というわけではなかったが、体格ががっしりしていて、子供を多く期待できるということで、 ジェームズ五世の再婚相手として選ばれた。フランス王フランソワ一世の娘で、ジェームズ五世の前妻マデリンは、体が弱く、1537年1月に嫁いだが7月に死去してしまっていた。しかしマリーには、前夫との間に3歳になる息子フランソワがいたが、幼い我が子をフランスに残していかなければならなかった。ジェームズ五世と結婚し、スコットランド王妃になったものの、 すでに彼には長年の恋人であったスコットランド有力貴族の娘マーガレット・ダグラスとの息子ジェームズ・スチュアート、後の真白や多多くの愛人との間の私生児たちがおり幸せな結婚生活ではなかった。マリーは母のアントワネット・ドブルボンに手紙で募る里心を訴えた。また多くの手紙で病弱な幼い息子フランソワの安否を尋ねた。フランソワは 毎年糸で自分の背丈を測って母に送った。また1539年には結婚18ヶ月になってもまだジェームズ5世と母の間に子供が恵まれないのを知ってギフ上によろしくそのうち王妃に小さな弟をあげてくださいという手紙を送った。1547年にはピンキクロウの戦いが起きたため自分は母を救出しに行くため槍の稽古をしていると 手紙に書き、1548年にも、彼は、自分は母を助けに行けるものだということを証明するために、フランスは一世に負けないくらい彼に出かけているという手紙を送った。1542年12月8日、王女メアリー・スチュアートが誕生した。この年に起きた、ソルウェイ・モスヌ戦いで、ジェームズ五世が死去し、王の遺言上通り、スチュアート家の一族である。 第二代アランハク・ジェムズ・ハミルトンが摂政となった。1543年7月1日、イングランドの圧力により、ヘンリー・パッセイの息子エドワード、後のイングランド王エドワード6世とメアリーとの婚約が決められた。1545年には、アランハクの政治手腕が疑問視され始め、マリーが摂政となった。しかしマリーが摂政になると、 プロテスタントの説教師で宗教改革論者であったジョン・ノックスはカトリックであり、しかも女性の統治者である彼女に激しい敵意を抱いた。彼は女性の統治者など神の説理にもとると考えていたのだった。さらに、ノックスは彼女の殺触就任についても冠が彼女の頭上に置かれた、まるで御しにくい目牛の背に蔵を置いたようだ。なんというざまだと足ざまに言っている。 こうした対立の根底には、ローマカトリックの支配から、スコットランド教会の自由を守り、宗教改革を継続させるという理由があった。しかしマリーは、かつて、ボスウェル博、ジェームズ・ヘップバーンの父パトリックが、スコットランドの名門貴族でありながら、報酬のいいイングランドで働いたり、盗賊団と組んで一仕事をし、遂には投獄された後でさえ、 彼を許したほどの寛大な女性であった。彼女は、スコットランドでは和解の精神を持って行動すること。処罰する際でも、入和と節度を重んじることというのを、ザウの命としていた。宗教に対しても、プロテスタントであっても寛大な姿勢で対応しようと、した。フランス人の行政官を採用したのも、フランスと比べて、スコットランドの行政は不正であると感じたからだった。 しかしこのような彼女の何事にも寛容さを持って望む姿勢はスコットランドではしばしば裏切られることとなる。当時のスコットランドにおける王家の支配力はフランスやイングランドなどのヨーロッパ諸国に比べて格段に劣り、新仏派、新英派に分かれてそれぞれフランス・イングランドから資金援助を受けていた氏族によって牛耳られていた。さらに後には カトリックとプロテスタントの信仰による分裂もこれに加わり、スコットランドは混沌の度合いを増していった。氏族の間では争いが絶えず協力することもあるが、特に理由もないまま敵対することもあった。スコットランドの国内は無秩序状態と言ってもよかった。マリーは議会に諮り、スコットランドの国策を緩やかに立てていこうとしていたが、ギーズ家の弟たちは、 姉のそういう方針には反対で、姉は善人かもしれないが、ああいう穏やかな方法では何もかもめちゃくちゃになると言っていた。1547年の1月28日に、ヘンリー・パッセイが死去すると、若年のエドワード6世の殺生として、サマセット博、エドワード・シーモア・ラが実権を握った。この年、それまで親衛派であったアラン博が、 神仏派であったビートン内司教の説得を受けて、カトリックに改修した。アラン・ハクの寝返りに、イングランド宮廷は激怒し、スコットランドに侵攻した。1547年9月10日、ピンキクロウの戦いが起きた。イングランド軍の大虐殺により、スコットランドでは1万人以上の死者を出し、なおもイングランド軍による各地での略奪が行われた。危険を感じたマリーは、 娘のメアリーを連れて、9月11日から18日まで、インチュマホームにある修道院に避難した。マリーは1548年7月、フランスとの間で、王太子、フランスは、後のフランスは二世とメアリーとの婚約を決め、エドワード六世との婚約を破棄した。7月29日、メアリーは迎えに来たが冷戦に乗船し、メアリー・フレミング、メアリー・シートン、メアリー・ビートン、 メアリー・リビングストンという四人の同盟の次女たちと共にフランスに行けて旅立った。1557年にマリーはボスウェル博をスコットランド国境のハーミテージの指揮官に任命した。ボスウェル博は当時スコットランド国境から絶えず侵入を繰り返し人々を恐れさせていたイングランドの軍隊や盗賊団の総統に目覚ましい働きを見せていた。マリーは ボスウェルを高く評価しており、さらに地域一体の指揮権も与えている。1557年12月3日、アースキン、アーガイル、モートン、クレンケアンらのプロテスタント貴族は、プロテスタントの布教に努めるという、最もらしい口実で、組合貴族を結集し、エディンバラに集結した。彼らは自分たちをイエス・キリストの回収と自称すると、スコットランドの政治、 宗教上の改革と、スコットランド全土におけるプロテスタント教会の設立を要求した。彼らの真の目的は、国内のカトリック勢力を打倒し、カトリック教会の財産を手中にし、マリーに入れ知恵をする邪魔なフランス人を駆逐することであった。1558年4月24日、ノートルダム大聖堂で、メアリーはフランソワと結婚式を挙げた。マリーは、 スコットランドを離れることができなかったので、母、アントワネットを娘の婚姻契約を結ぶための代理しと派遣する。1559年5月10日、カリスマ的な存在であったノックスは、パースのセントジョン教会で、偶像崇拝の根絶と生物の破壊を訴えた。これを契機に、国内で反乱が勃発した。わずか二日間の間に、アレクルー民衆の手で三カ所の修道院が破壊され、 生物が奪われる。さらに、この暴動は柴叩く間に、スコットランド全土の境界に広がった。5月22日、組合貴族たちは武装放棄を決定し、イングランドへ援助を求めた。マリーも、フランスの弟たちに援助の要請を求めるべく、フランスに行った。また、彼女は、息子フランソワとメアリーにも会いたいと考えていた。4月23日のマリーからの手紙で、 メアリーは母がフランスを訪れることを知ると自分はとても幸せであり母の期待に添えるように頑張って勉強し立派な人間になりたいという手紙を書いている。マリーは9月25日にルーアンの宮廷に到着した。宮廷では歓迎式典が開かれた。長い間離れ離れになっていた親子は楽しく語り合った。しかし親子の対面以外では マリーのフランス訪問に収穫はなかった。アンリ二世に財政援助をしつこく懇願したため、かえって逆効果になってしまったからだった。フランスの中東軍を養うために、彼女は大変な財政難に陥っていて、使用人の給料さえ満足に支払えなくなっていた。さらにこの月、メアリーがフランスにやってきた時、世界一素晴らしい妹だと言って、メアリーを歓迎した息子、 フランソワが小児病にかかり、急死してしまった。マリーはこの悲しみをカーテの手紙に書いている。マリーはスコットランドに帰国したが、依然として情勢は安定せず、この年の11月にメアリーと王太子、フランソワの移任を受けたラボロス園生隊が、ソルボンヌの進学者たち数人を伴って、スコットランドに到着した。学者たちは、スコットランドのプロテスタントと、 進学論争をするつもりで来たのだった。すると、イングランドに援助を求めていた組合貴族たちは、10月に改修に加わっていた、シャテルローコー、モトアラン博を名目上の指導者にした。この月には、組合貴族たちは一時エディンバラを占領し、マリー・ドンーズは、スコットランドを征服するために、フランス軍を連れて来たのだから、摂政を退くのが当然だと宣告した。 1560年2月27日、ジェームズ教を代表とするイングランドと、当時イングランドにいたシャテルローの代わりとして、北方の総督代理となったノーホーク公を代表とするプロテスタントのスコットランド貴族との間で、ベリク条約が締結された。イングランド貴族たちは、スコットランド人の古からの自由と独立を、 守り続けられるよう朝廷を務めるという名目でスコットランド入りし、マリーとフランス軍が占領していたリース城を包囲した。このため、1560年4月にメアリーとフランソワは、モンリュクとペルベンド、ブロスという3人の使者を使わし、エリザベス一世と交渉をさせた。結果、1560年7月6日、エディンバラ条約が締結された。その内容は、 イングランド軍とフランス軍の即時撤退、メアリーとフランソワのイングランドの紋章使用禁止というものだった。8月11日にスコットランド議会はプロテスタントの新興告白書を公表し、ローマ教皇の管轄権撤廃、カトリック教会の財産没収、ミサの許可を禁止することを決定した。なお、参会金を犯した者は死刑とされることにし、 こうして宗教改革が行われた。しかし、マリーはエディンバラ条約が締結される前に最後の掛けにで、ボスウェルにドイツで5000人の傭兵を防兵させ、デンマーク王フレゼリク2世に航海の援助を要請するため、デンマークにも派遣した。しかし、カトリックの衰退を目の当たりにしながら、ボスウェルの帰りを待たずに、マリーとギーズは1560年6月11日に、 死去した。なお、この知らせを聞いたメアリーは、気が触れたのかと人々が心配するほど、悲しみ、彼女が、イングランドでの長い旅衆生活の末に処刑されるまで、ずっと母の肖像画を所持していたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。